エムステ3時間半スペシャル放送豪華アーティストたちが織りなす多彩なパフォーマンスを見逃すな n o ーアンダーラインアイは平野翔がプロデュースした楽曲「b o を特別バージョンで披露しますエムステが7月19日金曜日に3時間半のスペシャル放送を行います18時30分からスタートし多彩なアーティストが登場し視聴者を魅了すること間違いありません この特別な放送では人気アイドルグループナンバーアンダーライン・アイやトワイスをはじめとする多くのアーティストたちがステージに立ちそれぞれの魅力を存分に披露しますナンバーアンダーライン・アイは平野翔がプロデュースした楽曲「ボンを特別バージョンで披露しますこの楽曲は「盆栽をテーマに盆踊りなど日本の風物詩やユニークな要素を複雑に織り交ぜた激しいラップとダンスで表現される意欲作です 平野翔からは、今回はダンサーも入れてさらにパワーアップさせた本を披露させてもらいますとのコメントが届いており、視聴者にとっても楽しみなパフォーマンスとなることでしょう。今回のスペシャル放送では、スノーマンの渡辺翔太が主演するドラマの主題歌、君は僕のものが披露されます。この楽曲は夏のキラキラした情景を思い浮かばせる明るい王道のポップチューンで、 恋心心に気づいたた情を歌ったスイートなラブソングです渡辺翔太は「この曲はめちゃくちゃ夏を感じられるメロディーラインでラブソングにちなんだ振り付けには L のポーズがたくさん入っていて真似しやすい振り付けになっている」とコメントしていますスノーマンの他のメンバーもこのパフォーマンスに対して大きな期待を寄せておりファンにとっても見逃せないステージとなるでしょう トワイスも最新アルバムから2曲をフルルサイズで初披露します。アルバムのタイトル曲「Dive」は大胆に「Dive into me」というまっすぐな心情を歌った爽やかなサウンドが特徴の1曲で強気で甘い歌詞が中毒性の高い楽曲ですもう一つの披露曲「Here I am」も見どころ満載で TWICE の多様な魅力を堪能できるステージとなるでしょうメンバーの辞表は ダイブと、ヒアアイエ,エムは正反対の楽曲なので、その部分に注目してみてください、と語り、皆も、ダイブは気軽に聴ける曲で、ヒアアイエ,エムは逆にかっこいいパフォーマンスが見られる曲です、と見どころを語りました。ソロ活動30周年を迎える奥田民生も登場し、さすらい愛のためにといった代表曲を披露します。奥田は、愛のためには30年前の曲なので、カンペ見ないと歌えません。 とユーモアをを交えててコメントしし視聴者を楽まませてくれます彼の長年のキャリアと名曲の数々が改めて注目されるステージとなるでしょうさらに椎名林檎と新しい学校のリーダーズがコラボ曲「ドライチ独走」をテレビ初パフォーマンスします椎名林檎は鈴鹿の堂々たる声「未自由、RIN」「カノンダ」の鋭い眼光が見どころですとコメントし 新しい学校のリーダーズも椎名林檎様と我々新しい学校のリーダーズが共存するステージをお楽しみくださいと語っています斬新なコラボレーションが視聴者を驚かせること間違いありませんゆずもドラマ「みなみくんが恋人」の主題歌伏線回収を披露しますこの楽曲は新しい夏ソングとして制作され伏線回収にちなんだステージ全体を使った演出が予定されています ゆずは、めいっぱい盛り上げたいです、とコメントし、視聴者にとっても楽しみなステージとなることでしょう。恒例の、年3卓も今回のスペシャルで実施されます。年がハードロックで歌いたい賞は、平成のヒットソング3択から視聴者が選ぶ形で、小崎豊の I love you メラヨシカズのもののけ姫、そしてゆずの栄光の華境が候補となっています。どの楽曲が選ばれるのか、視聴者の期待が高まります。 また、M ステ公式 YouTube では、都市選曲の裏側と CG 撮影の裏側の2本が特別に公開されており、こちらもぜひチェックしてみてください。ニュースの増田隆久と清水美衣社によるデュエット3択企画も実施されます。増田と清水のデュエット企画は、令和の奥声 J-POP。デュエット3択と題され、視聴者の正投票で選ばれた楽曲が披露されます。候補曲としては、 オフィシャルヒゲ男ディズムのサブティトル藤井風の「ラリあいみょん」の裸の心が挙げられておりどの楽曲が選ばれるのか楽しみです増田と清水が特別にデュエットとして歌い上げる姿に注目が集まりますこの他にも多くのアーティストが出演しそれぞれの楽曲を披露することで視聴者を楽しませてくれます例えば新しい学校のリーダーズがチェンジを披露し打首獄門同好会が ブンブン水分を奥田民雄が愛のためにさすらいを思いの丈が幾億光年を三代目 J ソウルブラザーズがブレイズをジュニアサマステライブがもっとーをダーイシーがアイワンダーザファーストテイクバージョンをトモがスーパーボールをトワイスがダイブヒアアイエムをナンバーアンダーラインアイがボンをニュースがジャパニュースを増田孝久ニュース シミズミー社が視聴者が選ぶ令和の奥声え j p o p デュエット3択をゆりがカーテンコールをゆずが伏線回収夏色をそれぞれ披露しますさらにディズニー SP ステージも用意されておりありのままでディズニーミュージカル「アナと雪の女王」よりゴスペラーズ「サークル・オブ・ライフ」「ライオン・キング」より大野雄大・花村颯太大エ英ホール・ニュー・ワールド・アラジンより 中川か子×解放なおと、輝く未来、東のへのラプンツェルより、といった楽曲が披露されます。ディズニーファンにとっても見逃せないステージとなることでしょう。この特別な夜を盛り上げる MC はおなじみのタモリと、テレビ朝日アナウンサーの鈴木晋才が務めます。長時間にわたるスペシャル放送を通じて、視聴者にとって特別な音楽体験を提供することを目指しています。 各アーティストのパフォーマンスが次々と繰り広げられ多彩な楽曲とともに視聴者を楽しませることでしょう M ステのスペシャル放送は音楽好きにはたまらない一夜となること間違いありません視聴者は自宅でリラックスしながら豪華アーティストたちのパフォーマンスを堪能してください音楽の力で心温まる瞬間を提供するこの放送は視聴者にとって忘れられないものとなるでしょうまた このスペシャル放送の中で注目すべきポイントの一つは、視聴者参加型の企画です。特に年によるハードロックアレンジの昭和、平成ソング三択は、ファンにとって非常に楽しみな要素です。候補曲には尾崎豊の I love you メラヨシカズのもののけ姫そしてゆずの栄光の佳境が挙げられており、どの曲が年のパワフルな声とハードロックアレンジで生まれ変わるのか、視聴者の投票によって決まります。 都市自身も、どの曲も大好きなので、どれが選ばれても全力でパフォーマンスします、とコメントしており、期待が高まります。また、都市選曲の裏側や CG 撮影の裏側がエムステ公式 YouTube で公開されており、ファンにとっては舞台裏の貴重な映像も楽しめる機会となっています。ニュースの増田隆久と清水美医者によるデュエット3択も同様に注目されています。 オフィシャルヒゲ男ディズムのサブティトル藤井風のキラリあいみょんの裸の心とどの楽曲も令和を代表するヒット曲でありそれをデュエットとして新たに解釈して披露する試みは非常にユニークです視聴者の投票で選ばれた楽曲が増田と清水の美しいハーモニーによってどのように表現されるのか楽しみです増田は皆さんの選ぶ楽曲を心から楽しみながら歌いたいと語り清水も 視聴者の皆さんと一緒に作り上げるステージになると思うので、とても楽しみです、とコメントしています。また、特別なコラボレーションも見逃せません。シーナリンゴと新しい学校のリーダーズによるドラ一独奏は、独特のパフォーマンスで視聴者を驚かせることでしょう。シーナリンゴの圧倒的な存在感と、新しい学校のリーダーズのエネルギッシュなパフォーマンスが融合し、新たな音楽の可能性を提示します。 シーナリンゴは、鈴鹿の堂々たる声、未獣、R.I.N., カノンダの鋭い眼光が見どころと述べ、新しい学校のリーダーズも、シーナリンゴ様と、我々新しい学校のリーダーズが共存するステージをお楽しみくださいと期待を寄せています。